開始しましてですね、その後ですね、今年度末にですね、開業する予定でございます。終電のですね、新幹線が終わってですね、朝のですね、一般の列車の間、約ですね、4時間ございますが、その中でですね、大きなですね、機械をですね、新幹線の中に入れましてですね、構築する作業がですね、大変でして、毎日がですね、はっきり言って、スリングのですね、工事になります。そう、マーケットになったんです。あ、そう、独自するに近いから。